ランランタン。どうもアウトドアマンチャンネル略してドアちゃんです。今回はですね、ランタン、焚き火台、グリル、こちらの商品を紹介させていただこうと思います。まずはランタンの種類と選び方、次に焚き火台とグリルの選び方についてご紹介させていただこうと思います。ランタンの種類と選び方についてなんですけれども、ランタンに関しては大きく分けて2つあります。燃料系のランタン、 LED 系のランタンで、燃料系のランタンについてこの中でも4つの種類に分かれます。ホワイトガソリンを使うもの、灯油を使うもの、ガスなどを使うもの、固形燃料を使うもの、こちらの4種類に分かれます。燃料系ランタンなんですけども、かっこよさはやっぱりピカイチです。ですが火を使わない、慣れてないっていうキャンパーさんに関してはやはり危ないっていうところもあるので、あまりおすすめはしないです。 LED ランタン、こちらは初心者キャンパーさんに特におすすめです。まあ、なぜかって言いますと、先ほどの燃料系ランタンと違って火を使わないのでかなり安全です。 LED ランタンにも2種類種類がありまして、充電式と電池式、この2つの種類があります。私個人的には2種類を持っていくことをお勧めします。なぜかっていうと、充電タイプであれば充電があるうちは使えるんですが、充電がなくなると使えなくなる。電池タイプであれば最悪電池がなくなってもコンビニ等で買えるのでおすすめです。キャンプでランタンが何個いるかっていうところなんですけども、ソロであれば 2、3個、ファミリーであれば 4、5 個持って行っていただくと快適です。メインランタンとして1000ルーメン以上のランタンを1つ持っていくのをおすすめします。で、まあその他に関しては最悪100均とかである安価なランタンでもいいですし、お家にある懐中電灯とかでも代用は可能です。私のキャンプスタイルであれば 5、6 個持って行っています。テント、タープ周り、あと、まあ、あの子供たちがトイレとかに行く際に各自持てるようなものと、プラスアルファでヘッドライトも持ってってます。これはなぜかっていうと、子供たちが夜テントの周りでちょっとまあ遊ぶ時に持たなくて済むっていうのと、ちょっと若干まあ探検家気分になるっていうのでおすすめです。初心者さんにおすすめなのは LED ランタンです。ソロ、ファミリーであっても最低人数分は持っていきましょう。グリルと焚き火台の選び方についてなんですけれども、グリルに関しては2つ種類がございます。バーベキューなどでよく見られる炭を使ったグリル、ワンバーナー、ツーバーナーのようにガスを使ったグリル、この2種類に分かれます。はじめにこういったものを揃えるよりも、まずは家庭用のカセットコンロを持って行っていただくのをおすすめします。カセットコンロであればどうしてもアウトドア用に作られてないので風に弱いです。そういう場合はですね、風防っていうものがありますので、それを別で買い足していただければ大丈夫です。焚き火台なんですけれども、いろいろなメーカーからいろいろな種類が出ています。こういったタイプとこういったタイプ、おすすめはこういった40センチの薪がちゃんと置けるものをおすすめします。はじめはこういったグリル機能付きのマルチに使える焚き火台をおすすめします。私のキャンプスタイルではカセット用コンロ、2バーナーを2個、フレームボックスを持ってってます。調理系に関してはカセットコンロ、2バーナー、焚き火に関してはフレームボックスで楽しんでます。はい、今回はですね、ランタン、焚き火台、グリルの方をご紹介させていただきました。ランタンであれば LED ランタン、グリルであれば家庭用のカセットコンロも代用可能です。焚き火台に関してはマルチなものをおすすめします。今後もキャンプ初心者さんに向けた動画をアップしていきますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。